はい、皆さんこんにちは、ワナルルビジです。では今回はザン3スピリッツ続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、加賀から能登、ここに進行し、そこから京を目指すという進軍ルートをね、辿っていきました。で、その過程で岡崎、三河が一騎勢に奪われてしまうというね、事態が起きてしまいましたので、その後ですね、三河、岡崎城の攻略と、あと、近江、小谷城、この二つの城を攻略してあります。今回その後からプレイを続けていきます。では、早速ですね、今回攻め込むのが、ここ、浜松城です。吉本はですね、その隣、こちら、駿府にいますので、浜松駿府と連続で攻略戦を行っていきたいと思います。では早速時間を進めていきまーす。では信長がこのまま浜松城へ進軍していきましょう。と思ったけど、これ吉本、つまり今川家と、今は開戦してない状態ですね。なので開戦するまでこの場で待機。待機すると実は士気が下がってしまうんですけど、対戦しないとそもそも攻め込めないので、一旦ちょっとこの次のターンで、回戦してから攻め込みます。では、浜松城攻略戦になります。信長が鉄砲80ですね。なので、信長の鉄砲隊で敵を突き崩す。吉本が出陣してきたら吉本を狙い撃ちしましょう。同じように実はですね、小谷城。これ本願寺が抑えていたんですけども、これも同じように、鉄砲隊で狙撃して倒しました。本来、小谷城ってね、その昔は、浅井長政が治めていた城で、難攻不落の山城だったようなんですけど、鉄砲の前にはね、どこ吹く風というほどに強力でしたね。では、このまま進めていきます。吉本が出陣してきました。なので、この後はもう吉本をひたすら付け狙います。吉本の兵力がどれくらいかっていうのもね、ちょっと注目しておきましょう。今川軍のが、なんか強そうだね、見た目が。吉本が、まだ見えてこない。前にいる兵たちは、6。時よりのりがいるね。みんな6か。であれば、鉄砲で確実にぶっ潰していきましょう。落ち延びたか。基本的にみんな、一撃で倒せそうですね。引き下げを行っておきます。だは。引き下げができない。どういうことだ。お城に対しても引き下げはできるはずなんですけど、ちょっとバグってんのかな。そしたら、このまま、ここで待機して、吉本がね、寄ってくるのを待ちましょう。寄ってきたら最後、吉本を鉄砲で、撃つ。あそこで敵を、攻撃を受けてくれてるのは誰？常置か。あんまり兵はね、減らしたくないですからね。この先の連戦のことを考えると。吉本が警戒して、なかなか前に出てこないですね。こちらは、敵の武将を一体一体、確実に、葬り去っていきましょう。吉本が突進してきて、クレースさえすればね、そこに当て込んでいくことができるので。ではちょっと常置が内部式削られてきてるので、一度下げて、代わりに秀高、勝家あたりがいいかな。勝家も決して士気が高いわけではないですけど、勝家をしんがりに持ってきます。
そして鉄砲で撃っていく。これ鉄砲隊をもう少し増やしてもよかったかもしれないですね。よし、これで吉本が射程に入るんじゃないか。入った。ただ一撃死はさせることできないよね。5残るか。これどうする、打ち取りに行くかどうか。打ち取りに行こう。吉本のその首もらい受ける。1残った。これで仕留めよう。鉄砲隊8080で160丁とか持ってくるとね、なんか安心感出ますよね。ではこれで吉本軍を撃破したので包囲を続けていきましょう。はい、これで浜松城を落としました。続いて駿府に進攻していきましょう。もはやこの我々の鉄砲の前に敵もなすすべなしというところだと思うので、次は吉本の首、それを狙いに行きます。キリンが来るはね、いつ再開するのかなっていうのがね、気になりますけどね。では駿府に攻め込みました。ここも出陣してきたな。数がわからないけど、まずは全軍前に進んでいきましょう。信長だけ少し後ろ目から入ります。鉄砲を無駄に使いたくないので。まあ吉本のお膝元駿府なので、まあ、それなりに敵の兵はいるよね。あとはその数だな。どれほどの数がいるか。食らうな。さすがだな。2か。ということは大した数いないな。で信長は、いや信長も含めて前に出ましょう。信長は攻撃はしない。まだ全軍突撃します。氏真が打ち伸びた。氏真も出陣してきてたんだな。よし、ここに吉本がいる。鉄砲を失いたくないから、信長はもうちょっと下げるべきだったな。ここはちょっと甘さが出ましたね。雨が止まないと。それと雨か。信長はちょっと後ろに下げましょう。他は全軍突撃。まあ、吉本狙わなくてもいいかなって感じはしますけどね。強い。ゼロか。お、吉本。全然なかったね、数字が。兵の数。これで、駿府も、信長のものになる。これで浜松、駿府と取って、全体マップ見ておくと、三河、そして、浜松、まあ、遠江ですね。ここに武将を置く余裕がないので、信濃の甲斐と攻め込んで、一度、絶対に攻められない安全圏を作っておいてもいいかもしれませんね。このマップを見ると、三河、遠江に関しては、
シナノとカイを制圧すれば敵と隣接しなくなるので武将を置いておく必要がなくなりますよね。武将の数がね結構不足してきてるので、そしたらこの後信玄と回戦してシナノとカイを切り取る、まあそれで行きましょうか。はい、ではシナノ攻めでーす。信玄と相対するという形ですね。信玄の兵力1、その信玄が1か。ただ士気が81って今まで見たことがないレベルの高さだ。じゃあこれも信玄をもう確実に打ち取りに行きましょう。信玄を射程に収めたいので、とはいえ士気が81のまさに武者たちを相手に戦うのは危険だからな。ただ1っていうのがちょっとよくわかんないですね。兵力1、一撃死すると思うんですけど、鉄砲の前。まあ、ただ、普通の野戦だったら、ノーダメージなんだろうな。そうだよね。4!4 も食らうか。信長の兵が、食らうのはちょっともったいないからな。信玄の動きを見極めましょう。信玄が出てきてくれないと、1といえども削れないからね。出てこないか。なるほど。であれば、ちょっと他の兵を前に出して、壁になってもらいましょう。信長は鉄砲を撃つ。勝頼を撃ち取る。少しずつ前に出て、信玄が出てくるのを待ちます。確実に勝てる戦いですからね、これは。来たな、信玄。ただ、射程がまだ、だいぶあるからな。まだね、多分届かないと思うんですよね、鉄砲が。届かないよね。であれば、目の前の敵を撃ち減らす。よし、忍を撃ち取った。んで、こんな感じでちょっとずつ前に出て、信長の安全を確保しつつ、信玄が射程に入ってくるのを待ちます。入ってきたな、射程に。次のターンで、信玄を鉄砲で撃ち取る。いや、1しかいないのにこの強さってやばいよな。武田。兵士1。それでこっちで4も削ってきますからね。まあ、ただそれも鉄砲の前には無力。信玄を討ち取った戦場で勝頼も討ち取りましたしね。このまま一挙に攻め込みましょう。では信長武田の残党狩りに入っていきたいと思います。さっきの戦いで信玄と勝頼を討ち取っていって、武田はですね、今、信繁が、家督を継いでる状態なので、この信繁狩りですね。やっていきましょう。あとはですね、まあ、信長に限らずなんですけど、鉄砲を徴兵できる人材というのはかなり限られていて、織田家中だと今、信長と秀吉しかいないので、この先はですね、少し信長は、鉄砲を集めることに注力して、他の武将たちにね、出陣は任せていくっていうことも考えていこうかなと思います。うわ、いきなり来たよ。4。4削ってくるからな。ただ、一撃死させる。まあ、命取りですよね。こうやって、突進してくるのは。はい。これで城を取りました。あっさりですね。と石を取りましたので、これで、まあ、武田をね、まだ残ってる。武田は、あと一つ城残っている？どこに城が残ってるんだ、武田は。もう武田の城は全部取ったはずですよね。武田が上総に
逃れてますね。なので、上杉討伐、武田討伐、北条討伐を一緒に行っていく過程で、残りの武田の残党をね、勝っていこうかなというふうに思います。では、今回はね、一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、この続きをプレイしていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。